有冇搞錯？第3次世界大戦はすでに勃発した。今日はエイプリルフールですが、冗談ではなく本当のことを言っています。3月31日、北大西洋理事会は中国、ロシア、イランから来る虚偽情報に対処する会議を開きました。米国国務院報道官モーガン・オルタガス氏はシンポジウムで、私たちは決定を下した。特に中共から来る偽情報は黙認しない。私と国務長官は協調していろいろな偽情報に対応する。大統領も同じ考えだと発言しました。オルタガス報道官は会議で重要な事態を明かしました。1、電話会談でトランプ氏は中国の虚偽情報を抑止するよう求め、習近平氏は承諾した。ポンペオ氏は習氏が約束を守るかは観察が必要だが、アメリカがウイルスを中国に持ち込んだという陰謀論を中共官僚はもう繰り返していないと述べました。2、米国で外国の虚偽情報への対抗を GEC が統括すること。アメリカ GEC はテロ対策を目的に設立され、各部門の対外事務を統括し、責任者はリー・ガブリエルです。GEC は現在、虚偽情報の対処に集中するよう再調整を行っており、内部では情報戦と呼んでいます。調整後、ロシア、中国、イランからの虚偽情報を GEC は3つのチームに分かれ担当します。ポンペオ国務長官は GEC は今年の1月から中共の情報戦の動きをサーチしており、ここ数週間は中共高官が直接陰謀論を拡散していると説明。なので、米高官も直接表舞台で反撃しました。3、米国が中国からの情報戦に対処し、米国が国際社会で中国より多くの責任を担っていることを明確にすること。オルタガス氏は寄付金を例にとり、中共ウイルスが蔓延する中、WHO とユニセフは疫病対策で重要な国際組織で、2019年 WHO への寄付金は米国4億ドル、中国4400万ドルと米国は中国の9倍です。ユニセフへの寄付金は米国7億ドル、中国1600万ドル、米国は中国の40倍だと指摘しました。今年3月、ホワイトハウスの国家安全保障副顧問のマシュー・ポッティンジャー氏は、独立して各部門を連携する団体を率い、その任務は特に中共ウイルスの宣伝工作と中共から来る虚偽情報への対抗です。このチームは GEC と連携します。ポッティンジャー氏は2003年 SARS の流行時、ウォール・ストリート・ジャーナルの駐北京記者でした。ワシントンポストは、彼は中国政府が内部危機にどのように対応したか目の当たりにした。中国政府の欺瞞と撹乱する手段に詳しいと評しました。米国防総省公式サイトでもウイルス虚言規制というホームページを開設し、そこで20個の謎を挙げ、米軍がウイルスを中国に持ち込んだ説も含まれています。米国防長官マーク・エスパー氏は、もし中国政府が早期に透明化していたら、例えば去年の秋か、遅くとも12月にウイルスの感染情報を公表できたら、世界各国は事前に準備ができ、ウイルスの起源、中国で食い止め、世界への拡散を防げたと指摘しました。さらにパンデミックの中、中国官僚は米軍を名指しで非難し、バカバカしく無責任だとも批判しました。実際、ちょうど私たちが言う世界大戦の二大戦場です。今回の新世界大戦は過去の戦争とは全く違いますが、性質は非常に似ています。米国国防総省報道長官アリッサ・ファーラー氏は3月25日、危機的時期に重要なのは透明化で、事実でない言い方をやめるべきだ。アメリカの同盟国は一致団結してほしい。国防総省は躊躇なく事実でない情報を規制すると述べました。米国はなぜ中国から来る情報戦を専門に取り扱う部署を設立したのか。これまで中国の情報戦や大プロパガンダは中国の良さを論述し防御的でした。しかし現在は対外的に攻撃し、海外のメディア、さらに SNS を戦略的な用地としてコントロールしています。米専門家の分析では、中共の大プロパガンダの手法はロシア化、さらに緻密化しています。中国は中央テレビやチャイナデイリーなどの国営メディアを利用し、資金提供した海外メディアを通じて中国がいかに優れているかを宣伝しています。米国ワシントンポスト紙でよく中共を賛美する内容を数ページ見かけます。実際は有料広告でページの誰も気づかないところに小さな文字で広告と書かれています。編集形式がワシントンポストと似ているため、一般の読者にワシントンポストの報道と勘違いされます。ワシントンポスト紙は知らない？彼らは当然知っています。しかし近年、活字メディアの存続は厳しくなり、いい値段がする数ページの広告は難しく、そこで彼らはこの恋の詐欺を知らないふりをします。これは米国で何年も行われてきました。ニューヨークタイムズや他の有名な出版物にもニュースを装った広告掲載があります。現在、これは政界の議題となりました。しかし、米国に新聞やこの類の広告を規制する法律はありません。すべてメディアの意識にかかっているので、ひどく中共に利用されました。現在、ワシントンポストとニューヨークタイムズの記者は北京を追い出されました。彼らは反省したでしょうか？ロシア化とは何でしょうか？以前、中国とロシアの対外宣伝方針は違いました。ロシアは SNS を多用し、ハッカーが盗んだ情報や虚偽情報を拡散してきました。目的は外国、主に米国を攻撃することです。米国の民主保守連盟の統計では3月25日以降、中共の資金提供を受けたメディアと中共関連の SNS アカウント141個中、書き込み量トップ3は順に、環球時報、チャイナデイリー、新華社でした。この中共の代弁者3社の英字アカウントは先週約2000もの投稿をしました。同じ頃、環球時報の投稿には46000件のいいね、リツイートは17000件にも達しました。もし中国大プロパガンダの成績表があれば環球時報が勝利します。中共の大プロパガンダは正規軍とゲリラ隊に分かれており、数年前からあります。一方、各種ソーシャルメディア、例えば Twitter と YouTube 上の中共と関連した多くのアカウントが中共の資金援助を受けていることを外界は知りません。民主保守連盟は例を挙げて、Twitter ユーザー T ハウスは公式マークがついており、頻繁に中国中央テレビ海外版 CGTN の内容や動画を転載し、まさに CGTN の一員だと説明しました。中共中央インターネット情報弁公室 CAC はかつて2つの大型の入札案件を出しました。内容は落札者に海外ソーシャルメディアを利用して重大なテーマの宣伝を求めるもの。資金規模は1068万6000元でした。この入札案をあるネットユーザーがツイッターで暴露したところ、CAC は21日に関連内容をすべて削除しました。中共外交部報道局が推進した国内外の世論サービスの入札は、資金規模が338万5000元で、落札者は24時間国内外の主流メディア、記者、中国関連報道を監視し、情報をまとめて報告する仕事でした。後に環球時報傘下の子会社が落札しました。新華社管轄の中国経済情報会社が500万元で公開入札を行い、英語の短編映像の制作と宣伝を行う落札者を募集しました。内容は Facebook、Twitter、YouTube、LinkedIn などで年間の閲覧回数が合計1000万回以上に達することでした。新華社が出した125万元の入札は、落札者が必ず2020年2月末までにファンを58万人まで増やす条件でした。海外専門家の研究によると、中共のこのような宣伝戦略は飽和攻撃で、利用できるすべての宣伝ルートを使って大量の書き込みを行うので、SNS は絶対に放っておきません。我々は最近、一部は緻密で一部は粗末な書き込み操作をよく見かけます。例えばツイッターで海外の感染がひどく、商売が低迷し、身が危険、反中運動が開始、帰国して避難するなどの投稿があります。しかしいい加減な工作員は国名を入れ替えただけなので、その結果国名だけが違い、文章、間違った記号さえ全く一緒の大量のアカウントが発見されました。海外の各種ソーシャルメディアで中共による誹謗中傷とデマ操作を見ることができます。しかも中国のネット上で元のデマが探し出せます。例えば証拠が見つかった、米国がウイルスを作った、証拠が山ほどあるなどですが、内容を見ると無理やりな内容ばかりで何の根拠もなく、山ほどの証拠どころではありません。詳しく分析してみると、中国のネットからの内容は正しい中国語でさえなく、非常におかしなものです。私の推測では、これは中共の大プロパガンダの新しい武器、AI です。彼らは機械に技術を学習させ、指令を与えると自動的に検索と文章の作成を行うので、文章の前後が合わず、おかしな文字が現れます。しかし、正確さより量が大事です。多くの人はソーシャルメディアの文章の質に対して高い要求がありません。数日前、ファンが多いオーストラリアの華僑画家、バディウカオ氏に中共から政府からの文章を掲載すれば相当の補助金がもらえるとの提案が届きました。もちろんバディウカオ氏はこれを暴露しました。これらのことは中国人、香港人、台湾人にとってはニュースになり得ないでしょう。中共のこれらの手段、無限のデマ、大量の資金で飽和攻撃を行い、膨大な数量で世論をコントロールすることを皆知っていますから。しかし外国人は今まで経験したことがなく、少なくとも短期間大きな衝撃があるでしょう。特にここ2ヶ月、中共は全力で大プロパガンダを展開しています。以前は言語の壁があったが、現在は優れた AI 翻訳があり、文法は正確ではありませんが、一般人には十分な影響力があります。しかし私は良いことだと思います。以前、欧米人は中国本土のことに無関心で、利益のためなら黙認してきました。しかし、今は中共ウイルスが攻めてきており、欧米の基本的価値観を脅かしています。それにより各国の政府部門とエリートたちが覚醒し始め、反撃を準備しています。